初めましての方ばっかりで、柏から、奈良県の柏から来ました坂本です。ちゃかちゃかやります。どうぞちょっとお付き合いください。お願いします。
ありがとうございます。すいません、もうちょっと声聞こえるようにしてください。今までのやつは多分皆さん知ってる曲だったんじゃないかなと思うんですけれど、まあね、僕が歌うとこんなになっちゃうんですけどね。で、オリジナル曲と言われるやつも作ってましてですね。何こと思ってたの？初めて作った曲で、ギンギラギンの月じゃなくて優しい月の光をですね、浴びに来ませんかという曲をやるんですけど、ちょっと待ってくださいね。そうですね、オリジナルってちょっと僕斉藤和義さんのカバーばかりやってたんですけど、ある友達の企画でオリジナル曲を月に1回集まってやろうぜみたいなのがあって、そこに出させてもらって、そこからできた初めての曲で、なんかね、いろんなそれなりのお年頃になったり、いろんな悩み事がずっと積み重なっていて、そういうのの吐き出し口になったりになってたんですけれど、それだけじゃないような曲に仕上がっていったんじゃないかなというので、音楽は僕にとってとても大切なものなんです。月光よ、聴いてください。やればできる子なのに、でね、小さな頃よく言われていたような、それって何もできないことだから、今ならわかるよ、歌うと思わず涙がこぼれてしまうんだ、やりきれない気持ちをいつまでも断ち切れない、
緒に行こうよ。愛してるっていう言葉はね、売られちゃったけど、愛してるっていう言葉はよう使わんのですよね。I love you とかね、ぐらいだったら言えるかなと思って、愛してるっていう、ね、今までほとんど使ったことじゃんかな。最愛の人とかいうのあったりするかもしれないし、でもそれはなくて、そんな中で、でもラブソングはどうしても欲しかって、じゃあその愛してるっていう言葉を使えない人は多分僕以外にもいるんだなって思っててですね、で作った曲があります。その曲をですね、ちょっと譜面持ってくるの、自分の曲なんですけど譜面持ってくるの忘れて、どんな歌詞やったっけなと思って、レアさんがやってる時に必死こいて書き焼くとしてたすいません、そういう状態だったんですよ。何を書いてるのかなと思ったかもしれないですけど、必死こいて僕がしてくれて
あのラブソングじゃないんですけど、ラブソングじゃないけど、僕の例えば大切な人に、ね、聞いてもらいたい曲で、あの身近なところで行くと、あの身内とかね、身内とかね、新たに身内になった子とかね、それとかあの友達とかね、音楽をこうやって僕の音楽を聴いてくれる人とかにちょっと聴いてもらいたいなっていう曲があってですね。でもそんなんあのね、音楽って結局耳に入ったものが全てやから、僕がどんだけ心を込めようが関係ないやんっていうのは、あの自虐的な意味で、これもあんまり言うことちゃうねんけど、なんかそんなのもあるんですけれど、あのそんなごちゃごちゃっとしたどうでもいい話をちょっとお付き合いください。どうでもいい話なんだけどな、君は僕の歌でもちゃんと聞いてくれるから話しときたいな。自己満足の音楽なんだろうって言われて笑ってるけど、違うんだよ君に届ける歌を歌ってるんだ。君の好きな歌を悩みながら歌っているよ。僕の歌う歌で君に届くのか、思いを届け。言葉はうまく操れなくて僕には難しすぎる。手紙はちょっと重たすぎるし、メールもいいじゃないな。本当に大切なことを話すにはたくさん時間がかかるよね。大切なメッセージは素敵なメロディーに乗せて話したいな。僕の歌じゃないけど君だけに歌っているよ。僕の音頭で君に届けてるよ。その胸に届くかな居場所を少し開けてくれ。教えてくれた胸の奥に言葉があれば、悲しみはきっと乗り越えれるんだってね、知ってたかい。言葉で人は傷つく、でもね勇気や希望にもなるんだよ。やっとついた言葉君にも見せたいんだ。僕の好きなギターでその言葉歌にしたよ。たどり着いたメロディーと一緒に見せたいんだ。大切な言葉を胸に抱けるなら、いつだって君は一人じゃない。
君の好きな歌を、勝ち目のない歌を、君だけに歌いたい。一人よがりの歌を、僕だけの歌を、君だけに続けたい。大きな声を枯らして、日高き鳴らせ、歌が届くぞ、信じてる。君のことを思って、君に届けと願って、かっこ悪いこの斉藤和義さんの歌を結構歌うようになったんですよ。ね、昔の曲がいいとか言って、ね、で、最近父さん、最近歌ってなかったんです。斉藤和義の歌歌えへんので最近歌ってへんな、あれええよなとかなんか言い出して、最近彼女ができましたね。めっちゃ可愛い彼女できましたね。その子をね、僕もなんか知らんけど、なんか一緒に車で迎えに行くことになって、その時に言ったら、そいつバイクしか乗ってへん、僕のバイクしか乗ってへんから、あの曲いいよねっていうことで、今日はその曲をやりたいと思います。誰かの冬の歌っていうやつ。誰かの冬の歌、最後になります。ありがとうございました。You're so beautiful.
と続く道君は何て言うかな OK です。